ドリームチェイサーです。今回はこちら。キャラケーキの作り方。今回はセーラームーンのキャラケーキを作っていきます。ルナとセーラームーンという組み合わせでもリクエストいただいたので、今回はこちらの絵を使用して作っていきたいと思います。ちょうど A4 サイズに合わせて印刷したこちらの絵。可愛いなと思った選んだ絵が、ぴったりの大きさなのが、こちらの7号だったので、今回はこちらの型を使って7号のケーキを作っていきます。今回も底が外れるタイプですね。はい、この底の大きさに合わせて切ったオーブンシートにこのように絵を写し取りました。こちらをひっくり返して型の上に乗せます。その上にジップロックなどのフリーザーバッグを同じように型の大きさに合わせて切ったものを重ねます。こちらはイオンのジッパーバッグなんですけれども、L サイズのものを使用すれば、しっかりと大きさが取れるので大丈夫です。はい。あまり薄くないものを使った方が仕上がりが綺麗になりやすいと思います。めくれる心配が少し減りますね。はい。では、絵となるべく重ならない場所を数箇所テープで留めましょう。はい、今回は、4箇所四方を留めています。ちょっとこの部分は、絵と色塗りする部分と被ってはいるんですけれども、クリームを絞って隠れる部分なので、あまり気にせずにこのように留めました。はい、ちょっと今気づいて書き足したんですけれども、この胸の部分の、チャームの部分ですね。この部分は、ちょっと切れているので、ここもクリームで飾っていれば、隠れるところなので、こんな感じで簡単に絵を描きました。ちょっと補正しながら描いていこうと思います。チョコレートでなぞり書きの時にちょっと直します。はい。ではこの上をチョコレートでなぞっていきます。こんな感じで滑らかに溶かしたチョコレートを線の上に乗せていきます。はい、今回もうちょっと難しい時期になってきましたので、一気に完成させてしまおうと思います。溶かしたチョコレートをこのように爪楊枝に乗せて伸ばすような感じで、線の上にチョコレートを置いていきます。はい。利き手と逆側の方からやるとやりやすいと思います。もう今回は自分のやりやすい順番でどんどん乗せていってください。まあ、外側から内側に向けてやった方がやりやすいと思うので、私はちょっと線が描きづらい時には絵を回しながらも描いているので、そんな感じで好きな方向からどんどん線を埋めていく感じで綺麗に乗せてあげていってください。はい、重なる部分はこんな感じでしっかりと元の線の上に乗せるような感じにすると、つながって綺麗なラインが描けます。はい、では完成させてしまいましょう。はい、チョコでのペン書きが終わりました。ではこちらは冷凍庫か冷蔵庫で30分くらいしっかりとチョコが固まるまで冷やしておきましょう。その間に色付けの用意をします。クリームと食用色素を用意していきます。はい、では続いて色付けの準備をしていきましょう。こちらに用意したのは植物性の生クリームを6、7分立てぐらいに泡立てたものと食用色素です。植物性のクリームは大さじ1くらいの砂糖を加えて、ボウルを氷水に当てながら2分半から3分ほど電動ミキサーで混ぜてあります。びちゃびちゃではないんですけれども、まだ線が残らないくらいのこのふわっとした感じ。これが一番混ぜやすい硬さになります。食用色素は粉状のものを使用している方はこのように水で溶いておいてください。ペーストタイプのものを用意する方は気にしなくて大丈夫です。はい、こんな感じで製氷機などの小分けされたスペースがたくさんあるような容器にとっておくとやりやすいです。ではまずは何色から作っていこうかな。もう今回はどんどんいっちゃいます。まず黄色いきましょう。原色系を作っていきます。はい、原色系はただこんな感じで混ぜるだけですね。はい、黄色。
今回ただの黄色でもいいんですけれども、ほんの少しだけ赤を混ぜます。そうするとちょっと深い感じの黄色になります。もうちょっとかな。超黄色が強いオレンジみたいな感じですね。こんな感じ。まあでもオレンジもオレンジ全然わかんない程度なんですけれども、こうするとこのセーラームーンのうさぎちゃんの髪にぴったりの濃いめの黄色に仕上がります。はい、では上の頭の飾りの部分の赤も作っておきましょう。はい、こんな感じでいいかなと思います。はい、では続いては目の中の色、そしてこのセーラー服の首周りの部分ですね。この部分は青なので青の色を作ります。こちらもただ写すだけですね。はい、こんな感じでいいかなと思います。ちょっとセーラー服のこのカラーの部分というかは黒を混ぜた色を作っておきましょう。こんな感じで青を取ったところに黒を混ぜていきます。はい、そうするとこんな感じでちょっとくすんだ色になるんですけど、この色を濃くしていきます。そうすると濃紺のようなちょっと濃い感じの色になります。はい、こんな感じですね。まあ色は余ってしまうと思うんですが、気にせず作ってしまいましょう。はい、では続いては肌の色作っていきます。赤と黄色ですね。赤と黄色混ぜます。どうかな。まだちょっと濃い感じですね。色的には悪くないんですけど、まだちょっと濃いので、これはでは影の部分に使うことにしましょう。隣に少しずつクリームを移して肌の色を調整します。もうちょっと薄くてもよかったかな。もうちょっと赤を入れます。赤を入れて、そうするとちょっと血色がいい感じになるかな。はい、こっちですね。はい、この色を使っていきます。ではこっちの色もちょっと赤を混ぜてしまって、はい、そうすると同じ感じの色になったので、こちらを明るい部分、こちらを影に使っていきます。あとはルナの体の色ですね。赤と青でまずは紫を作ります。この赤と青のバランスで色が決まるので、うまく調整して作ってください。そしてルナの色もこんな感じで結構濃い色なので、こちらにも黒を入れて深い色にしていきたいと思います。はい、あとはこれを濃くしていけば OK。赤と青足りなければ足します。はい、ルナの色はこちらの色でいこうと思います。作る色は以上ですかね。この真ん中のチャームのところ、ちょっとピンクが必要かな。この部分はこんな感じで赤絶対残ると思うので、を取って、白をこんな感じで混ぜてあげていって調整すればいいと思います。まあ、めんどくさければ混ぜちゃっても構いません。こんな感じで薄めてあげればピンクになるので、はい、こんな感じで色作ってもいいですね。はい、ではこちらの色を入れていきましょう。使
作る色は以上になります。そんなに難しくないですね。ではどんどん色を入れていきましょう。はい、では色付けをしていきます。今回は上から順に塗っていけばいいんですけれども、髪の毛の色を先に塗りましょう。続いて赤色の部分を塗ります。ここまでを第一段階にしたいと思います。黄色と赤、上から順に塗っていってください。第一段階が終わりました。では続いて第二段階やっていきます。顔の影になる部分と青い色のところに色を入れていきます。青も目の色の方を先にやって、下のセーラー服の部分は後からやると綺麗に仕上げやすいと思います。では第2段階進めます。隣にいるこのルナも色を塗ってしまって構いません。ルナの耳の中の色は先ほど赤2に対して黄色1、この色とこの色ですねを混ぜたものをこちらに入れました。では第2段階進めてしまいましょう。はい、第2段階が終わりました。あとは塗り残したところ、そして肌の部分を塗ってください。はい、白い部分を残して塗り終えたものがこちらになります。こちらは一度冷凍庫で冷やしてきました。では残りの白いところに色を入れていきますが、一箇所もうテープを外してまずは下絵を抜いてしまいましょう。この時点で塗り残しがないか確認をして、まずは塗り残した部分を軽く補修して、その後白い色を塗って型の中に入れて冷やします。冷やすときには冷凍庫に入れてください。はい、クリームを重ねて凍らせたものがこちらになります。今回は撮影の関係上、型から外してサランラップにくるんでおきました。上のジップロックのシートは外さないでおくと綺麗なまま保存ができます。ではこちらをケーキの上に乗せていきます。ケーキの上に乗せます。はい、軽く固定して、どこでもいいのでテープを上に引き上げるようにしながらジップロックの部分を外していきます。はい、可愛くできてよかったです。参考にしたいと比べてみるとこんな感じです。いかがでしょうか。ではこちらに飾り付けをしていきます。まずはぐるっと一周クリームを絞り出すんですが、今回は少しだけ食紅でピンク色に色づけたクリームを絞っていきます。はい、こんな感じですね。今回は絵を消さないように、周りにはあえていちごは飾らないで仕上げていきたいと思います。今回はこちらのスターアラザン飾っていきたいと思います。100均セリアのものになります。周りの部分にはこちらのバラエティアラザンを飾っていきます。こちらは調理食品のものですかね。はい、こんな感じでいかがでしょうか。というわけで今回はセーラームーンとルナのキャラケーキを作ってみました。では次回も楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。